おはようございまっちょ、フォルテです。今日は皆さんのお悩みを少し話していきたいなと思いまっちょ。音大とそれ以外の普通の大学どっちに行くべきなのみたいなね、お悩みがたくさんいただいております。僕のチャンネルはクラシックメインのコンテンツで、かなりピアノの趣味だったり、まあ、ピアノ頑張ってたり、まあ、ピアノに関して、興味がある方がたくさん見てるんではないかなと思うのでね、まあ、僕的な経験を踏まえて、僕は愛媛大学教育学部っていうところを卒業したんですけど、それを踏まえてちょっと話していきたいなと思います。で、今後ちゃんと動画で僕のかかった学費と、あととある音大の学費をちょっと比べながらとか、どのくらいレッスン代にお金がかかってたのか、今まで僕が生涯いくら音楽に投資してきたのかとかね、まあ、また別で動画を出していきたいなとは思っていますちょ。まず皆さん、音楽大学に行く人とそうでない人、何が違うと思いますか？音楽大学に行くことによって得られるメリットについてね、話していきたいなと思います。まあ僕の愛媛大学の教育学部っていうね、それを中心に話させてもらいますね。で、音楽大学のメリットとしては、好きなだけ音楽を学べる I love music みたいな感じでね、好きなだけ音楽を学べて、で、周りに同じような志を持った方がたくさんいるかなと思います。そして最高の環境、もうその大学っていうのはね、常に音楽を勉強するために不自由のないように作られてる、高度な学習機関です、大学というものはね。で、音楽大学っていう名前だからこそ、まあ卒業してどうなるのかっていうね、デメリットについて話させてもらいます。実は音楽大学に卒業したからといってプロと名乗れるわけではございません。そう、え？でもなんでこんなフォルテってプロってなると。そう、実はプロってね、いろんな定義があるんです。日本の音楽大学等を卒業したからといって別に仕事があるわけでもないし、なんか僕はピアニストですっていうゴールド免許が持ってるわけでもございません。ただ単に勉強した方が卒業しただけです。これは逆も同じで、僕が愛媛大学教育学部を卒業したんですけども、まあそれを卒業したからといってなんか変わったみたいなことはありません。ただ単にそこをね、通過しただけ。例えば看護師とか、まあ美容師とか、そういうものだったらね、まあ国家試験っていうものがあって、そこから資格っていうものがゲットできるんですけども、ピアニストっていう資格って実はないんです。そう。でも、まあ演奏活動とか、やっぱね、ピアノの関する仕事をしてたら、実はピアニストっていう名乗ってる人がたくさんいるのが、まあ世の中です。こんなこと言ったらなんかね、おりゃ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 ってまた来るかもしれないけどね、あ違う、おりゃ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 ってね、まあいいでしょう。でね、あのまあ僕はまあピアニストです。ピアニストっていう面もあります。 YouTuber っていう顔もあります。コメディアンっていう顔もあります。まあ、いろんな顔を持ってるだけです。音楽大学に行くメリットとしては、先ほども言った通り、やっぱ好きなだけ、好きなだけ本当にI love musicができるっていう面と、やっぱりね、実は結構ね、音楽の仕事ってつながりが大事で、っていうのもやっぱりね、まあ音楽社会っていうのをね、まあ僕が言うのもなんなんですけども、縦のつながりが強い強い。そう、結構ね、縦のつながりが強くて、先生からこういう仕事をもらったりとか、まあすることが多いんですけど、まあそういう機会が音楽大学にいると多いです。例えばまあとある丸々芸術大学とかだったら、学生の頃からなんか仕事を学校からもらったりとかすることが多いです。縦のつながりで、フォルテ君は全く縦のつながりはございません。先生も自由に送り出してくれ、いってらっしゃい YouTuber バイバイみたいな感じで、ね、応援してくれて、この半年間 YouTuber とピアニストとかやってきましたけど、まあ誰からも縦のつながりで仕事をもらったことはございません。自ら仕事を生み出す、または自ら仕事がもらえる、この2つに徹しました。ということは米がございません。そう、ここが一番の普通の大学を出た人のデメリットです。これは辛いですよ。周りを見ても誰も友達がいない。
仲間がいない。しかし音楽大学の人たちは輝いて見えます。なぜならつながりがあるから。そう、そういうのもね、やっぱ含めて音楽大学っていうのはいいなとは思うんですけども、しかしですよ、ここ最近の話、急激な SNS の成長により時代は変わってきました。まあ本当に言うと、 SNS があることによって気軽にいろんな人と友達がなります。今までは携帯電話の電話番号を知らなかったらもしもしと言って友達にはなれなかったんですけども、最近ツイッターとか、まあ、インスタとかのおかげでピアノとかハッシュタグつけていろんな人と友達になったりとか仲間を増やすことができて、まあ、横とか言って申し訳ないですけども、反田恭平さんとか、あとはカティンとかヨミーとかシオタンとか米津さんとか、もう様々なね、音楽をね愛する仲間を作ることができました。これは全てリアル友達して始まったわけではなく、初めましてフォルテですって始まったわけでもなく、僕からツイッターだったりお互いねインスタだったりツイッターのやり取りをして初めましてって、そこでもうその時にはもうお互いを知ってる状態でね、まあ仲間が増えていったというわけなんですけども、僕が何が言いたいかというと、本当に音楽をものすごくね勉強したいんだったら音楽大学に行くべきだと思いますし、音楽だけじゃなくて、まあ僕は大学でいろんな勉強をしてました。まあ経験のお勉強をしたり、学校の先生のお勉強をしたり、さらには実はね、あのスポーツ科の授業に混じって一番前の席で、後ろが全員スポーツ科の人の中で、一番一人でど真ん中でね、そういうマクロの栄養学の勉強をしたり、スポーツの解剖学のこういう勉強もねしたりしてました。まあこういうことができるっていうのが音楽大学以外での、僕が行ってた大学のメリットだったかな、普通の大学のメリットだったかなと思うので、僕はまあこっちに行ってよかったなとは思うんですけども、まあもし可能ならば、もう一回同じ人生を歩めるならば音楽大学に行ってみたいなと思うし、多分音楽大学卒業した人は、まあ、普通の大学行ってみたいなとか、もう人の芝生は青く見えるみたいな、そういう感じのね、ことだと思うんですよ。まあこれからもし音楽家とかそういう方を目指す方は、絶対に SNS をやっておくべきだと思います。なぜならば、僕は今このスマホで撮影してるんですけども、スマホ一つで今世界がすごく広がってます。このおかげで僕は今生かされております。いろんな仕事だったりいろんなつながりがございます。ですので、まあ今後音大に行くにしろ、普通の大学に行くにしろ、絶対に今後はこの全く関わらなかった人類の、人類まで言ってしまったらあかんけど、関わらなかった人たちが今は関われる時代になってきました。国立大学の人も、いいピアノの先生が今世の中にたくさんいます。音楽大学を卒業してものすごく勉強した先生、ものすごく素晴らしい知識を持った先生が世の中に今たくさんいます。で、国立大学の人でも、まあ例えばその先生とつながればいくらでも好きなだけレッスンを受けれます。音楽大学生が受けてるようなレッスンを自分で受けることができる時代となりました。音楽大学の行って、さらにいろんな音楽の仲間の友達を増やしたいとか、あとはそういう音楽大学の場所で研究したいとか、音楽大学でしかない資料とかが読みたいとか、そういう歴史的な楽譜とかが眠ってるその研究室で勉強したいとか、あとはその先生とかのなんかつながりが欲しくてその先生に習いたいとか、音楽大学ならではのなんとかなんちゃらなんちゃらがあるみたいなね、片以外は普通の大学に行きながら、いい先生を見つけて習い続けるっていうのがね、僕は一番いいかなと思っています。まあこれはあくまで一個人の意見でございます。別に僕は音楽大学に行ってもいいよって言ったら多分行ってただろうし、普通の大学に行ってもいいよって言ったら行ってただろうし、まあ自分で決めて愛媛大学に行ったので、まあ一方的な視点でしかないですけど、音楽大学は結構学費がします。お金の話するなよみたいなことは思うかもしれないんですけど、まあ親の気持ちになってわかるかな。まあ親になったことないんだけど、あの初めて社会人になってね、保険とか所得税とかいろんなことを考え出して、うわ学費って高いんじゃなと改めて思ったこの半年間だったので、今度学費の話とかもねしていこうかなと思ってるんですけども、で勉強の方でも普通の大学と私立の大学では結構学費が違うので、まあそれもあってやっぱ私立っていうのはね、そのいい面ももちろんあるし、その分やっぱねお金もかかるしというわけだから、まあ何を取るかは自分次第っていう答えなんですけど、今僕が経験した上では
こっちが良かったかなと思います。なぜなら音楽大学の、学生さんたちと同じぐらいその先生がね、僕にたくさんのいろんないい知識を教えてくれました。音楽大学に行かなくても音楽大学に行ったようなぐらい勉強できたと思っています。だからこそ僕は音楽大学のその部門のコンクールとかも挑戦してきました。まあ僕の今のこの意見っていうのは、僕が素晴らしい最高の先生に出会えたっていうのが全部答えです。結局その普通の大学行っても僕はまあいい先生を見つけたらいいよとは言ったんですけど、見つからなかったらまあ結局はまた悲しい話となってしまいます。また見つけ続けるしかないという話なんですけど、僕はその先生に出会えたからこそ僕はそっちに行ってよかったなと思います。僕の大学の先生が最高だったんですよ。あ、大学の先生見てるといいな、メールしてくださいね先生、僕からしますね、いい嘘です、ここまで見てくれてありがとうございます。まあみんなね、これから多分受験期で人生悩む時期だと思うんですけども、しっかり自分の今後の将来像とね、まあ照らし合わせながら今やりたいことをやってみてください。以上、コメディアン YouTuber ピアニストからでした。バイバイ。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、オスマッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。